はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、スパイスカレー食べていこうかなと思っております。というのもやっぱね、スパイスカレー好きだったので、もともといろんな動画撮りたかったんだけれども、普通にね、こうスパイスカレー食べるだけじゃちょっと大食い動画として難しいなと思って、なかなか撮ってなかったんですよ。でも大食いだからこそカレー屋さんはしごすればいいんじゃねということで、本日はですね、こちら僕が住む川崎の地にあるスパイスカレー屋さんをね、ちょっとはしごしていこうかなと思っております。ただいつもはこう事前にね、アポイント取らせていただいて、時間等にね訪れて撮影をするっていうのが通常の流れなんですけれども、やっぱりはしごになってしまうと何時に行けるかっていうのが曖昧になってくるので、今回ですね、もう完全にノーアポイントメントで突撃でね、撮影していいですかとお願いするので、撮れない可能性も大でございます。今日も見て分かる通りね、晴天でめちゃくちゃ暑いので、歩く分ね、ぜひカレーを食べたいところではございますけれども、何軒か目星をねつけてますんで、ちょっとそちらを今日は回っていきましょう。あれマジでスパイスで汗じゃなくて暑さで汗だくなる。とりあえず今日ね、1軒目として目星をつけてたお店見えてきました。これね、1軒目目指していたのはこちらですね、タージというお店さんですね。こんな感じでメニュー表載ってまして、 Google マップの方でもかなり評価が高いお店となっております。まあ、こんな感じでね、パーティーコースもあったりとか、飲み放題コースもあったりと、ランチ以外でもね楽しめそうないいお店っぽいので、早速撮影していいかちょっと聞いてみましょう。すいません、一人なんですけど、これ動画とか撮りながら食べてもいいですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ということでですね、無事店内に入れまして、むちゃくちゃいい匂いするわ。動画撮影以外の外食だとやっぱりラーメンしか行かないんでね、正直好きなんだけど、スパイスカレー食べるのは超久しぶりでございますね。で今回はね、注文としていろんなねセットでついてくる B セットというもの、これが、カレーが2種類選べるんですけど、今回チキンとでお豆のカレーですね、こちらの2種類と、それ以外にも単品でねチーズナン注文してあります。もう店内もねこんな感じ、ザっていう感じでいいね。今のところですね、他のお客様はいない状態なので、ゆっくりとちょっと食べていきましょう。ありがとうございます。うわ、うまそう。ということで本日のカレーがね到着しました。めちゃくちゃうまそうでございますね。今回ね注文したのはこちら B セットということで、ナンをチーズナンに変更してチキンカレーとダルカレーですね。早速いただきます。ちょっとまずはね、これ出来たてのチーズナンからですね。くわー、いや、やばいねこのチーズ感、うまそう。いただきます。うん、うまっ。生地もちもちで、このねちょっと焦げた部分っていうのかな、茶色くなってる部分はパリパリで、この中のチーズがとろける感じ、うまっ。そしたらちょっとね、いただいてるカレーも食べてみましょうか。まずはこちらチキンカレーですね。うわー、うまそう。うわ、あ、うまっ。うわ、うまいな。チキンの美味しさもあるけど、この玉ねぎ感がたまんないかも。ちょっとね、辛みもしっかりあるし、ちょっとこちらね、チーズナンもつけて一緒にいただきましょう。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいですよこれ。おいしい。何に使われてるね、大量のバターと合わさる感じで、このねバターチーズチキンカレーになるわ。うまっ。そしたらですね、今こちらチキンの方は完食させていただきましたので、このダルを挟む前にアチャールでちょっと口直しですね。よ、
そしたら続いてこちらのダルカレーですけど、いやあ、いいね。お豆たっぷり入ってますよ。うまそう。うまっ。シンプル。豆の味ガツンとくる。このダルカレーはしょっぱみも弱めというか優しめだから、もうつけたりとかしてカレーとして食べるっていうよりかは、どっちかっていうと汁物として食べた方がいいかも。うん。うまっ。そしたら残すところは本日、こちらね、チーズナン一切れと、ダルでいただいているこちらヨーグルトかな、デザートですね。普段の大食いと違ってあっという間だな。うん、うまっ。ごちそうさまでした。いいじゃん。いや、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまでーす。いや、美味しかった。ということで、ただいま1軒目、完食させていただきましたけれども、いや、久々に食うと美味しいね、やっぱり。今回ね、注文した B セットの方が、通常であれば1200円ちょっと。で、チーズナンに変更しても1500円ぴったりということで、まあ、あのセット内容で1500円だったら高くないよね。付け合わせのサラダもついてるし、デザートまでついて、で、カレーも2種類ね。あー、うまかったー。で、とりあえず、この企画は続くかどうかわかんないけれども、第1弾目で1店舗目ということで、やっぱりね、そのカレーの一番メニュー表の上にあったチキンカレーで、まあ、ちょっとね、味濃いめを攻めるのは早いかなということで、豆カレーを注文しました。ただね、僕個人的にはスパイスカレーで言うと、ほうれん草カレー、サグカレーだったりとか、あとはマトン系かな、辛いのも好きなんで、この後のお店であれば、そういったものもね、ラインナップとしてちょっと頭に入れときましょう。はぁ、ただこの企画ちょっと真夏にやるもんじゃないな。そもそもスパイスカレーで大汗かくのに、ああ。お店からお店の移動もまた炊き汗ですよ。スパイスカレーといえば、一回沖縄の方でチャレンジメニューやったことあるんだよね。確か7キロぐらい。まあ、あれも相当きつかったんだけど、なんかまたね、ちょっとこういったガチの大食い系でもね、スパイスカレー挑めたらなとは思ってるので、もしね、情報あればコメント欄にください。ということで、本日2軒目、目星をつけていたお店が、ちょっと見えてきましたね。あ、よかった、オープンの文字出てる。定休かどうかも体当たりだからね。ということで本日2軒目目星をつけたのはこちらですね、ネイナインドレストランさんでございます。こちらの方はね、こんな感じでカレー以外にも、まあ、単品もね豊富にあったりとかしますので、2軒目はこういったものも合わせて食べていきましょうか。ちなみにこちらのお店さんも2時間の食べ飲み放題やってるみたいで、金額は4400円だけど、もう割とカレーから一品から豊富に食べ放題っぽいのに、この金額だったら、まあ、お得っちゃお得かもね。直談判の撮影交渉は普段しないから、ちょっとここ緊張すんな。一人なんですけど、ちなみにこの動画撮りながら食べたりしても大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。ということで本日の2軒目店内ですね。みんな優しいわ。お店の方も多分インドとかネパールの方だとは思うんだけれども、ほがらか優しい。撮影のお願いする時もとか全くなく、もちろんどうぞどうぞみたいな感じでね、優しく迎え入れてくださるので、この企画続けられるかもしれない。ちなみにもちろんこちらもですね、注文の際には付け合わせというか食前のサラダもいただきまして、こんな感じですね。で、今回注文したのが、先ほどはチキンとダルだったんで、今回日替わりのカレー、そして、サグカレー、ほうれん草カレーですね、こちらの2種をセットにしたカレーを注文しました。ありがとうございます。ありがとうございます。しました。うまそう。ありがとうございます。いただきます。ということで、こちらのカレーも出来たてね、早速いただいていきましょう。まあ、ひとまずね、このナンからだとは思うんですけど、うわー、これ伝わるかな、このバター滴ってる感ね、油感たまらん。熱い熱い。
まずはこちらのナンからですね。いきます。うまっ。割とここのナンは他のところよりもちょっと生地が薄めかな。なのでもちもち感もちろんありますけど、それよりもこのサクサク感っていうのかな、そっちの方が強いかも。そしたらこの辺りでもうねカレーいっちゃいましょうということで、まずは日替わりのチキン野菜ですね。ゴロゴロ入ってるけど、やっぱどっちかっていうとスープ寄りな感じですね。サラサラしてるわ。うまっ、ほんのり酸味とあとこのチキンの美味しさだったりとか野菜のうまみが溶けてるから、やっぱ個人的にはスープっていう感じがする。スパイスの効いたスープだね。でもつけてもうまい。で今回はねちょっとせっかくなんで単品でタンドリーも2ピースいただいてますんで、ちょっとこれいこうか。あーいい香り、いただきます。で今回本当にそういう気はないので頼まないとは思ってるんですけど、ビール飲みたくなるね。じゃあこのままちょっとサブ行こうか。こちら、うわあ、いい香りする。こちらはねほうれん草なのでカレーらしいこのドロドロ具合ありますよ。うわあ、うわあ、うん、ゴリッと。今回おすすめってことでカレー自体は中辛で注文したんだけど、結構しっかり辛い。うまっ。これナンと合わせたら絶対うまいわ。うまっ。結構個人的な経験としてはこう濃厚かつまろやかなサグカレーを食べることが多かったんですけど、結構辛みもあるんでね。うわぁ、ナン合うわ。でもこのチキン野菜カレー、日本人的感覚で言ったら完全に、まあ、味付けだったりとかもうサラサラ感、汁もんだよね。サラッといっちゃうなこれ。あ、じゃあナンお願いしていいですか。はい。ちなみにねこちらのお店さんはナンもライスもおかわり食べ放題ということで、まあ、今日はちょっと控えようかなと思ったんだけれども、今ねお店の方からお声掛けいただいたのでせっかくですからナンもね追加で注文しました。あ、ありがとうございます。いただきます。ナン来ました。こちらねおかわりなんです。この熱いな、もう熱くて持てないぐらいなんですけど、この出来たて熱々のナンと最後まあこのサグだったりとかタンドリーチキンでねがっついていきましょう。熱いな。うん、焼きたてやっぱうまいな。タンドリーうまいな。ということで2軒目もこんな感じで完食させていただきました。よいしょ、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー美味しかったな。2軒目も最高。この後どこ行こうかな。そしたらもう今日は2軒食べ歩いたってことで、次のお店ぐらいでラストにしようかな。川崎周辺ですとこのスパイスカレーを出しているようなお店さん結構多いんですけれども、
今向かっているところはおそらくこの川崎内でも一番有名なんじゃないかなと、ネットでねよく出てくるお店に向かっております。こちらのお店は一度、まあ、私生活でね僕も食べに来たことがあって、このカレーうまいなと思ったお店さんなんで取れたらいいなと思うんですけど、今ね昼時間真っ最中、もう一番忙しいドピークの時間なんで断られないか心配だね、ここ人気店だから。ということで本日最後になればいいなと思って訪れたお店はこちら、ヒマラヤさんでございます ね、 これね食べログとかにももう話題店として載っているような人気店となっておりますので、今ちょっとざっと店内見た感じもお客さん多くて取れるかわかんないんですけど、とりあえず聞いてみましょうか。一人なんですけど、こういうの、ま、動画とか回しながら食べたりして大丈夫ですか？ありがとうございます。ということで、撮影ね OK いただきましたので、本日の締めはヒマラヤさんで、カレー食べていこうと思います。さっきねちょっと道中でもお話ししたように、僕の大好きなマトンまだ食べてませんので、今日はこれで締めとして、いやなんかこういうの楽しいな。普段は完全にそこに行くとお約束させていただいて時間通りに行くような撮影がほとんどなので、街中歩いてねあれこう気になるなみたいな感じで飛び込みで美味しいお店探すってのも楽しいですね。ちなみに今日はねこれお昼の時間、ランチの時間に食べに来ているので、手元にあるのはランチメニューということで、このカレーのセットですね、こういったメニュー表になるんですけれども、このねヒマラヤさんは夜の営業時間になるとインドの、まあ、単品料理といいますか、そういった他のお店さんでもなかなか出してないような美味しい単品なんかもあるのでね、ぜひちょっと夜も飲みに来ていただきたいです。ありがとうございます。はい、すいません、いただきます。はい、ということで本日最後の一品到着しましたね。これがマトンカレーのセットということで、もう一つが日替わりカレー、これも、お豆のカレー、ダルカレーなんですけども、そこにマッシュルームが入ったカレーということで、早速いただきます。本日初お米ということで、ひとまずこのサフランライスいっちゃってもいいですかね。うわいいね、うん、あうまい。サフランの香りと食感はもち米系だ、うまー。でちょっと今日楽しみにしていたマトンは最後に取っときまして、ひとまず日替わりカレーですね。先ほどもダルは1回食べてますけど、こちらですね、もうまずサフラン突っ込んじゃいましょう。うん、うまい。あこっちのダルもうまいな。溶け込んだお豆のねザラッとした食感で、マッシュルームの旨味もしっかり出てるし、先ほどはスープっぽいと、まあ、汁物っぽいとお話ししましたけれども、こちらの方はね完全にカレーっぽいね。おいしい。ちょっと何もつけちゃおうかな。何もしっかりこちら本日のカレーにつけさせていただいてね。くわー、合う。この日替わりカレー自体が何の味にもしっかり合うし、何よりねこのスパイスカレー屋さん一日に何軒とか食べ歩いたの初めてなんですけど、まあ、こういう食べ歩き方比べ方してるせいで何も全然お店によって違うんだなっていうのが分かりますね。うん、このねヒマラヤさんのナンは結構ね生地がもちもち系、かつその甘みってのがしっかりある分、こういったねこの淡白というかシンプルなお豆のカレーであったりとか、それこそあとは辛い濃厚系、まあ、こういったもの全般にこのナンは合うと思うな。うまっ。いやーいいなこれ。今まで大食い活動 YouTube 活動を始めて 7,8 年経ちます。でその経歴の中では圧倒的にラーメン系の撮影が多かったけど、こういうスパイスカレーの食べ歩き楽しいですね。そしたらそろそろですね、正直僕が一番楽しみにしてたと言っても過言ではないこのマトンカレーですね。うわやっぱマトン好きなんですよ。うわお肉がさ見てこれゴロゴロ入ってますよ。ごめんなさい、贅沢にこれいっちゃいますね。うまー。
あ、上に乗ってるの生姜か。うわうまっ。マトンが苦手な方はちょっときついかもしれないけど、僕大好きなんでね。このシナモン系の香りも強いのかな、他のに比べて。いや最後にこれ取っといてよかった。大好きなものはやっぱり最後よ。で、そしたらね、本日注文したこのマトンカレーセットは完食させていただきまして、締めにはやっぱりねラッシーですよね。ごちそうさまでした。よいしょ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いや最高ですわ。はい、ということで本日はですね、このスパイスカレーを3軒食べ歩きました。最高でした。やっぱりね、動画でもお話をしたように、同じ種類のカレーでもお店によってね、もちろんスパイスの使い方であったりとか味付けの仕方、こういったものはもう全く違いますので、ベースは同じでも全く別のものを楽しんでいるかのような、まあそんなね味わいがしました。もう最高です。最後ね、3軒目のお店さんではこの会計時にね、僕が夜飲みに行ったことを覚えてくださってたみたいで、初めてじゃないよねとお声掛けをいただいたりとか、もう本当にねこういうカレー屋さんのお店の方はみんな人があったかい。もちろん味スパイスで体も温まりましたけれども、人柄でですね心が温まりました。今回はね川崎でやりましたけれども、まあ、皆さんのね、住んでる地域各駅にねスパイスカレー何軒もあるよっていうような場所は多いと思います。僕自身もねまた探して、この動画が好評であればスパイスカレーシリーズとしてね、この食べ歩くような動画を撮影したいと思っておりますので、うちの近くの駅ここにあるよっていうことがあれば、ぜひねコメントの方で情報を教えていただけると嬉しいなと思います。いやもう気持ちよかった、汗だく。今日はもううちすぐなんでね、家帰ってシャワー浴びて寝たいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、あっち